ねえ、承認するよ本当に。リクエスト送ってきた人承認しちゃおっかな、しちゃおっかな。こんばんは皆さん。ちょっと今日はなんとなんとかまっちーとコラボ配信でーす。かまっちーさんとコラボ配信なんですけども、かまっちーさんがまだ来ないのでもう少しお待ちください。そう、ちいかまとコラボ配信なんだよ。突然決まったさ、だけん急でごめんなさいね本当に。コラボコラボかまち、顔テカテカやろえかまちきと？いるやんかまっち。あれ？方言安心するってなまってる？うわっ！あ、やっほやっほびっくりした。ちょっと待って、かまっちいない。ちょっと待って、やっほやっほ、え、うん、聞こえてるよ普通に。天井かな、天井だね。うん、天井やね。私も加工ないと生きていけない。加工をだってドゥ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 ってんの、どうやってんの、なんかないかな。大事よ、加工は大事よ。あ、音量でかいですか？え、そうでもないです。本当ですか？はい、全然大丈夫です。よさげなんかないんやけど、どうしたらいい？何これ、でもいい。見知らぬ天井、私は見たことないなこの天井。ここがえ、ポチャッコが一番漏れるよね。ポチャッコしか知らないまま止まってるんだけど、ポチャッコでいい？あ、手が映ってた、すいません。ポチャッコって何？ポチャッコって何？ポチャッコじゃないのこれ。何ですかポチャッコって。なんかさ、顔キモ。ちょっと待って、久しぶり ちょっと待って、私手持ちなんだよね。手持ち、え、髪切った？いつから？え、なんか分からんけど、そこのそこらへん。いや、から切ってないで、あ、切ってないよ。あ、切ったわ。ん？え、切ったよね。絶対切ってるはず。そんな短くなかったよ。切ってない。切ってない。え？切ってない。そう。え、なんかこれやだな。こんな短かったっけ？これすごいやだな、私。ちょっと待って。いや、なんかさ、雪菜さ、めっちゃなんか痩せてる。痩せたくない？え、痩せたくない？これやだな。何？うわうわ、ノーマル見せちゃった。恥ずかぴ。ちょっと待って、待ってね。150人も見とるやんか。え、そうなの？やばいやばい、ほんまじゃん。ちょっと待って、かまっちがいないところで私が一人で話したって面白くない？自分で切ったんじゃない？え、切ってない。染めた、でも。え、マジ？全然髪の色は分からんけど。え、このクマちゃんにする、クマ。私クマ好きやけん。ほら、かわいいやん、これ。かわいい。元気？元気だよ。で、うちもさ、携帯置きたいな。え、もう卒業したと？大学？うん。まだ。してない。卒業できっと？え、今ね、やば。今忙しい。忙しい？今めっちゃ忙しい。卒業論文？そう。卒業論文？そう。え、卒業論文って何書くと？私は、まあ、内容は細かくは言えないけど、なんか、PCR してる。PCR 検査？そう、その人間じゃなくて、植物の PCR を、PCR してる。頭いい！みんな頭いいよ。めっちゃ頭いい人の発言や、今のは。え、こうやってさ、私コメント欄止まったんやけど、うち動いてんかな？見えてるん？ちゃんと。見えてますよ、私は。みんなコメント欄流れとる？え、すごくない？ PCR 検査も作ったぞ。うん、だから作ってないよ。それをやっと作って、遺伝子を調べて、こう、なんか、ある性質を調べようとしてるみたいな。すご。じゃあ、あれか。あの、自由研究みたいな。夏休みの自由研究みたいな感じ？んとは違う、違うね。違うのか。うん。ガチの研究？ガチの研究。あ、すごいな。私なんか研究なんかしたことない。
そう、それがね、もうすぐあって、で、それが終わってから卒論をね、書くから、もうね、春休みがないの。春休みがないとか。うん、なんかほんと、冬休みやろ、春休みじゃなくて。春休みよ。ね2月、ほんとだって、大学生って普通2月からもう春休みなんだけど、ない。やっぱ、忙しいね。忙しい。社会人の人もいるし。やだ。なんかさ、コメントめっちゃ遅れとるばい。ほんと？うちコメント見え、見えん？うん。私これ投稿した。あ、私だけ見えた。わーって今投稿した。ちょっと待って。ほんとや。みんなの見えて流れてた。そういえば残念やね。だからコメント読んで。いいよ。つらみ、就活、遅れ当倍、かまち。みんな、どんどんコメントください。僕は大学生で春休み中だよ。え？そうそうそう。じゃあ、雪の遅れとるわ。春休み入って早く。コメント時差ありますね。ちょっとだけある。4年生だから、そう、あの、春休みがないってこと。あ、そういうことね。あ、そういうことね。私もなかったわ。中学生の時。中学生とは違うから。中3の時なかったわ。あったわ。それから、もう2月とかで、卒論、卒、じゃあ、普通の3年生の人たちは、春休み2月からなってるけど、うん、こちらは卒論発表と、卒論をこれ卒論発表って卒業式で発表せんといけんと？卒業式じゃない。もう普通に、卒論発表会みたいな。え、そうなんだ。卒論発表会で、プレゼンせんといけんと？あ、そう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 。一人なんで、発表して質疑応答があってみたいな、それが卒論みたいな感じ。めっちゃめんどくさいとね。え、超だるい。もう無理、喋りたくない。大変そう。大学卒業した人ってじゃあ全員めっちゃすごいことしてたんだ。え、そうだと思う。みんなしてるんじゃないかな。そうですね。に発表してるんだよね。すごかね。なんか友達とかからさ、なんか来たことない、なんかアンケートに答えてくれませんかみたいな。ああ、ないこともないかもしれん。なんかあるかもしれん。あ、そういうこと。私適当になんかそういうアンケート答えてほしいんだけどで来て、なんかそれをのアンケートの結果を卒文系の子とかだったら卒論に使うからみたいな。あ、来た。私なんか来たわそれ、お友達から。あるあるないよ。なんかさ、うん、コーラのアンケートで、うん、なんかペプシかなんか普通のコーラとどっちが好きですかみたいな質問されたのって、それって卒論？うん、多分違う。違うんかい。違うんかい。なんちゅう質問やね、あれ。突然来たけん、そうかと思った。違うか。わからん。それは知らんけど。そうなんだ。そうそう。あ、ミスタさんがあなたをフォローしましたって来た。ありがとうございます。え、私フォローしましたって来ないんだけど。だからコメント欄止まってる。え、これさ、一回も。戻ったらさ、コメント欄流れるんかな。一瞬戻ってみていい？出てみていい？退出。いいよ。すぐですね。じゃあ私一人行く。あ！恥ずかしい一人になったらなんか。すいません、なんか、ユッキーナ見に来たよーっていう人すいません、なんか。ちょっと待っとってね。もうちょっとで来ると思う。ヒョロしました。一回戻った。なんかね、ちょっとだけね、やっぱね、コメントのね、ラグがあるんですよね。ラグやったっけ？ソロですいません。承認したよ。ただいま。お帰りなさい。あ、今動いてる。よかった。お、作戦成功。イェイ。おめでとうございます。ありがとうございます。なんかさ、この間さ、ゆきなのショールーム見に行ったさ。うん。あ、うん。おったじゃん。うん。おったじゃん。ね、私荒らしたやん、めっちゃ。え、ゆかりん夜。ゆかりんコラボしよう。ゆかりん来れないの？ゆかりんは多分ね、私の予想だとね、メイクしてない。それな。ゆかりんはメイクしてないな、絶対。あ、フォローしました。でもね、聞いてゆきな。何？ユーカリンはね、すっぴんでも出れるけん大丈夫。あ、確かに。ユーカリンはすっぴんでも余裕ばい。きっと。ほら、ヤッホーって。今からリクエスト送るねーって見える、私には。
ほら、メイクしてないよって言うと思った。ゆかり、メイクしてないイメージある、最近。そうなの？でも全然会ってない、12月。でもなんか、ゆかりんの、あの、だから、あの、ツイッターとか、インスタ見て、あの、一人でウハウハしとる。わかる。インスタ私もウハウハしながら見とる。だよね。友達に自慢しちゃうもん。見てみたいな。ね、もうお布団の中で早すぎやろ。あ、でも、ね、あの、ゆきなちゃん、ゆかり寝るの早いイメージあるわ。マジ？何時寝よる？私？うん。私は、最近3時とか。はぁ、水木より遅いわ。そう、でもちょっと戻ったんだよ。一時6時とかに寝よった。え？ 6 時に起きるんじゃなくて、寝ると6時。5時とか6時に寝て、でも絶対一回9時とか8時とかに目覚めて、うん。みたいな。そう。え？もう一回寝るときも、動くときもある。え？じゃあ3時間しか寝てないってこと？え、そう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 。え？やばいやん、それも。やばいよね。ほぼ虫とかと一緒。卒論がね、急いでて、やばかったから。卒論って。早寝早起きしてるって、確かにね。偉いね。偉い。早寝早起きが一番健康になる場合。ねえ。え、なんかさ、うん。なんか顔似てないね、うちらも、あんまり。ほんと？似てないもん。なんかさ、昔めっちゃ似てたくない？まあ確かに今似てない。でも、まあ加工が違うからかな。すごいフォローしてくれてありがとうございます。え、でもね、あれであの、その私が卒業してから、うん、友達になった人、うん、のバイト先の友達になった人が、まあ私がアイドルしてたことは知ってるんだけど、うんうん、見たら間違えてた。え、あ、おいず、あ、あ、ゆきだやって言った私指さすみたいな。これゆきのみたいな。そう、当時の、見て、そう。やば。そんな？そう。そんなことある。でもね、そんなこと言うけど私ね、ゆきなと自分でも間違えるもん。それはわからん。いや、マジマジマジ、本当だよ。これ、森なしで、本当に話盛らずに、マジで自分だと思って見たら、あ、これゆきなかいみたいな。ある、マジで。今でも。うん。そう、だから、なんかでも、オミと私が似てるっていうか、私最近気づいたのは、てかめっちゃあるのは、いろんな人にめっちゃ似てるって言われるの。あ、ゆきなが？そう。あ、なるほどね。いろんな人に寄せていけるじゃない？でも、わかん、とんでもない。に、いろんな顔の人に似てるってめっちゃ。じゃあ、誰に似とる？一番好評な人。言われて嬉しい人？うん。え？で言われて嬉しいのは松岡茉優に私がなりたいから松岡茉優って似てるって言ったら嬉しいけど、ああ確かにそれこれ前話したよね、似てるな、あのなんかどっかしらなんかちょっと似てる。周年本あるじゃん、覚えてる？周年本、うん、あったじゃん6周年の、覚えてる？うん、もちろん。え、そう、それにも私あのなんか何尊敬する人みたいな感じ。え、そうなん、書いてたんだ。はい。に、松岡茉優って書いてある。そう。そうなんだ。確かにね、どっかしら似てます。ちょっと、ほんまに最近マジでいろんな人に似てるってめっちゃ言われる。ね、目かな？にも、なんか、めっちゃなんか、あの人にも似て、え、その人にも似てないみたいな。いいな、そんな言われたことない。だから全部の可愛い人たちになんか惜しい、なんか微妙にブスくない？なんか、ちょい、田舎っぽくブスくしたら私になるみたいな。面白いね、それ。面白い。面白い。そんなこと言われっと。なんかちょっと幸薄めな誰々とか、なんか田舎の誰々とか。幸薄めな誰々は面白すぎる。そう、やばいよね。え、それ褒めてなくない？まあ確かに。お水木は誰にも似てるって言われたことないな。え、だから私が言ったじゃん、鈴鹿ちゃん。鎮西鈴鹿さんはカマッチーと小学校の時のサッカー部のお友達に言われたことある。それだけ、うん、2人だけだ。え、ユッキーナですよ。え、待って、私分かる、この人 ID だけど分かるわ。どれどれ？いいなって、超可愛いって言ってくれてる。チョコミント。
わかる。覚えてる。すごい。でもなんかさ、あれ、え、久しぶりに見たっていうファンの方いないかな。え、おると思うよ。おりそう。でさ、雪乃とさ、お水木のファンってほぼ一緒だよ。え、なんか違う？なんか結構被ってる。被ってる。だったら、このちょっと混じりじゃなくて、これぐらい、結構これぐらい。そう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 、本当にこれこんくらい混じってんだよね。半分以上混じってる。いやでも私はこれぐらいと思ってるけどね。だいぶやな。だいぶかぶって。そうそうそう。ゲランチョさんね、確かに ここの中のここだよね。俺は単押しよ。単押しだよっていう人ほど単押しじゃないわい。ねえ。ね。そう。単押し。え、だからなんか画面暗い、もしかして。ちょびっとね。ちょびっとだけ暗い。あ、でも眩しいんだよね。そのね、見ちゃう。あの、配信で、うわ、眩しい。え、買ったっちゃろ、でも。うん、誕生日にもらった。あ、そう、言った。そう、誕生日にもらったの。え、ショールームの時はさ、何場所、何付き合ったと？これ。あ、あ、ちょ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 。AKB の時で。あ、は、ただの、あ、何、普通の、はい、その、携帯の、なんか、スタンドと、勉強デスクライトみたいなやつ。そうなんですね。それ知らんかった。リングライトない、せずに配信するんで、って厳しいんだけど、私。リングライトさ、目疲れる。え、もうね、慣れたよ、私も。こんな、光を浴びながら、目を開くっていうことに慣れてしまった。あ、てか、あれ見たよ、私。オミのさ、なんか、雑誌のやつのアーカイブ見た。見ないで、見ないで。え、アーカイブでは見ないけど、うん、アーカイブ見に行った。あるかも。どうやった？うん、なんか。感想はどうぞ。おもろかった。面白いこと言ってないやろ。なんか面白かった。面白いこと言ってないときに、おもろかったっていうやつは、8割バカにしとる。9割バカにしとる。なんか頑張ってんなと思った。頑張ってんなって、うん、頑張ってんなと思って。緊張しとった？しとったね。しとったね。そうだよ、もう私、こんなにリングライトでもね、目をかっぴらけるっていうね、特技だね、これは。眉毛の上がりって何？まつ毛じゃなくて眉毛？なんかね、緊張したら眉毛が上がるんだ、私こうって。あ、そういうこと？あ、じゃ、オミの喋りか、そうだ、なんか、こうやって一回。ってやる絶対。ねえ、ほらバカにしてるよね、みんな。なんかおみなおみずきのモノマネやってよ、久しぶりに。もうできた？できるよ。できる。面白い。で、そんなもんやったっけ？で、なんか喋り始めたいとき、なんか G8 とかで喋り始めたときに、うん、あの。そんなことしてる感じ。あ、確かに確かに、角度似とる。角度マジですごい。角度めっちゃ似とる。それ私ね、こっからね、こっから入るんだよね。なんかさ、こうやってこうじゃん。私も上からこうだよね。え、そうそうそう。ちょっとアホみたいなさ、口の開き方してるよね。え、そうで、なんか話聞いて、なんかうーんって時をほんとこれどういう時っていうか分かんないけど、多分ファンの人は分かると思う。なんか、オミこういう顔するの。なんか、ほんまにちょっと戻って。ステディのあれ、あの、見に行った方がいい、アーカイブ。マジそんな顔しちゃったっけ、私。なんか、一回なんか目を打ってから戻すみたいな。なんかめっちゃしちゃった。むずすぎるやろ、それ。面白すぎる。細かいで笑う。そうや、ね。そうだから、君のファンならみんなわかる。ハマッチ、私のこと見すぎやろ。ね、あれなんだっけ、方言面接始めるよ。何やったっけ？ワン、ツー、スリー。スリー、ツー、ワンじゃない？スリー、ツー、ワン。普通に、スーキーみたいなやつ？あれ違う、これ違う。あれ、あ、つけます。
あ、気をつけない。方言面接は、うーん。さっきに何回も持ってきてってやつか。そう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 。はいはいはい。あ、忘れちゃった。なんて言ったか忘れちゃった。気をつけまばい。うっさかねーとか言ったやつか。そう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 。いい、懐かしい。今日も、え、ゆきなってもう TikTok やってないよね。やってない。アカウント残ってるよ。あ、そうなんですね。うん。投稿すればいいとに。投稿、いやな、恥ずかぴーって。恥ずかぴー。ねえ、JK ブランデー？さっきからさ。じゃあ JD？ さっきからさ。平気 JD だから。え、でももうあと1ヶ月でさ。え、そう、でも、その、2年生の秋にさ、私らはさ、私は AKB になったわけじゃんか。ほうほう。そこで、まあ、2年生が大学生的には一番楽しい時期なのね。で、まあ、3年生でコロナになっちゃったけど、うん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 。あの、こ、何？遊ばなかったものを取り返すかのように、遊びには行けてないけど、楽しもうとしてるから、JD の心が誰よりも強いのよ。ほー、なるほど。素晴らしい。素晴らしい。そういうことか。ハッピー。JD か。てか JD って聞いたことないけどな。ハッピー。ハッピー。ハッピー。チルドレン。怒りんぼはどこ？TikTok 撮ろうよ。え、撮ろう、撮ろう。TikTok。TikTok。TikTok。春休み東京遊びに行くから。春休みないけど。いいよー。来ていいよ。遊ぼう。遊ぼう。おみんち言わんで。ん？おみんち言っちゃダメだよ。なんかマジで怖いもん。なんか言いそうで怖いもん。あ、え、場所ってこと？そう。言わないよ。場所知らないし。内緒、おみちゃんのお家は。え、知らんとか。知らんならいいよ。細かいとこは知らんよ。そうなの？ちくちくちく大学でって。おめでとう。宿代、民地に泊まれば宿代が浮くじゃん。宿ね。はいはいはい。今の、あの、わざと間違えたんだけど。でも、ちゃんと取りますよ、宿代は。まあ、一泊、10万とかかな。高っ。高っ。超高級ホテルやん。まあ、1ヶ月分の家賃ぐらいは払ってもらわんといけんな。やば。一回泊まったら。高い？そうかな。取るよ、もちろん。雪の。あ、長崎帰ったの？帰ってましたよ、そりゃ。そりゃ、長らく長崎に。私もう長崎帰りたいしさ、本当に今すぐ。ママに。家族にも会いたいし、お供にも会いたいな。うん。幼なじみとかにも会いたい。私はもう大学の友達と離れるのが寂しい。あ、そっか。え、ねえ、大学生で卒業式あると？あるよ。マジで？うん。え、歌歌う？歌う。え、でも学園かなんかあった、なんかある気がするけど。マジで？白い光の。そういうのはない。普通に袴着て。え、歌わんとか歌は？歌ない。マジか。でも入学式の時なんかね、歌ってる人たちいたけどね、それ以降一回も言えないから知らん。入学式って何を歌うと？なんか学園歌みたいな。学園歌？大学の歌みたいな。校歌、校歌みたいなが、あ、一応あったんよ、なんか。え、大学って校歌あるの？え、けど歌ったことない。歌ったこともないし、聞いたこともそれっきりない。そうなんですね、初めて知った。じゃあ私、双子の相方に、え、効果知っとるって言ったら知っとっかな。え、絶対知らん。知ってる人、多学生多分一人もいないと思う。多分。なんか。そうなんだ。合唱サークルみたいな人以外知らない気がする。ありますよって、あるよ、うちってコメント来てる。だから、ある YouTube ありそう。え、じゃあ、ゆきらの大学言ってみて、調べるけん。あ、やばいやばいやばい。え、なんとかさ、ゆきらってイメージよ、私の。イメージ、もうめっちゃなんかオープンなイメージなんですよ。え？違う？なんか、
なんかさ、さっきもさ、なんか遊び心のどうのこうのみたいに言ったけどさ、なんかもう何もかもオープンにしとるみたいなイメージなのね。だけど大学とかまで言っとったかなと思ったら大学は言ってない。プライバシー厳しいから。嘘ばっかし。さっきさ、あ、そうでもないか。なんか普通にさ、なんかさ、いいよったさ、ショールームの時も。だけえ、めっちゃオープンやんと思って、見とった。何バイト？あ、そうそう、バイト。え、バイト先は言っとる？バイト先は個人名とかは言ってないよ。あ、そう。こういう系っていう話しかしない。え、そういう系って言っとっと？うん。どういう系なん？今。え？居酒屋。そうなの？知らんかった。行こうみんな。みんな行こう。ゆきなのファンの方、お水木 FC のみんなでゆきなの居酒屋行こう。やばいやばい。いやでもちょっと今さ、コロナでさ、客足がさ、ないわけよ。客足、はぁ、なるほどね。そう。だからね、宴会来てくれると嬉し、うん、多分店長が喜ぶ。よし、行こう行こう。貢献しよう。ゆきなのバイト先行こう、まあ、ね、今大変なんだよね。そう、私はこういうとこは言うけど、さすがにバレるようなとこもそんなバカじゃない、すごいね。そう、接客とかも言ってる。なんでなんでなんで、彼氏欲しいとかも言ってる、ショールームで。その話、彼氏欲しいしか言ってない、ショールームで。え、そんなこと言うんだ。怖る。怖すぎる。彼氏欲しいらしかけん、誰かなってあげたらってあげてください。でもする。絶対おるやろ、一人ぐらい。おら、やめて。175人いるんだよ。175人いるから。なんか、いいんじゃない。やめてよ、嘘ばっかりのコメントが来た。お水着彼氏できたらしいよ。嘘ばっかりですよ。そんなわけないじゃん。え、いるの？お水着結婚だもんね。誰とよ。結婚しないね。ないわ。お水着に子供いるらしいよ。わお。嘘ばっかりだよ。みんな信じるけやめて。170人。みずきちゃんなら。ほら、海は彼氏おるとだって。おるおる。そうそうそう。おるわけないやん。びっくりだわ。そんな人逆に怖いって。いや、逆にすごい怖くはないけど、すごい。何千何、何万って？年収3000万って。そんな理想はさ、もうさ。年収3000万って高いと？ね、どうも？え、わからん。え、年収の既存じゃない、基本がわからん。年収どれくらいもらっとっとかわからん。誰が誰どんだけもらっとるとか。年収、ほう、うん、難しいね。そんな人の年収聞いとき。どんなやって聞くっさ、それ。30億で彼女、あ、それはね、言ってしまった。一昨日ぐらいに言っちゃった。私、30億で彼氏になるって、あ、彼女になるって。やば。なんか、PG。もし、年収3000万の人がいたとするじゃん。はい、ね、3000、年収3000万わかんないんでしょ。うん。じゃあ12ヶ月で割ればいいじゃん。1ヶ月何本もらえるか。あ、私、足し算と掛け算はできるけど、割り算できんさね。200。うん。でもわからん。150万？え、1ヶ月250万？間違った。ごめん、わからん。わからん、うちも。割り算できん。わからん。割り算できん。待って、3000÷12じゃろ？じゃけん、2460、250万であったんじゃない？やっぱね、計算強いもん、私。やっぱ250万か。すぐ分かった。250万でも250万入ってくるわけじゃないじゃん。いろいろ引かれちゃう、所得税で一回引かれちゃうから、もう相当稼いどる人が、いっぱい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 取られて3000万とかなるんだよ。そうか。じゃあ3000万はすごいってこと？
もうえぐいない、そんな人世の中にいない、てかいらないあってもね、お金いらない、私あれ、なんか最低限あればいいって思うけどえ、なんか自分もそんな、そ相手もそんないらんやろいらないよ何の話やばい、アイドル、もっとアイドルらしからぬ話をしてるよね、ほんとね、雪菜とね話したらね、なんかねこうなるっさね、雪菜雪菜のせいなんです今の全部、もうそこらのただの JD だ、女子大生だから、え、ただの JD なん、そうだ、だから彼氏欲しいって言うし、あ、また言ったまた言ったでもね、本当みんながそんなこと言ったら、でもさすがに、でもなんかそろそろなんかみんなも心配してくれとんよ、なんかそろそろできなくて大丈夫なのみたいな、みんな、みんな心配してくれとる、きんないなくて大丈夫みたいな、大丈夫大丈夫心配しなくていいですよ皆さん、マジ絶対心配せんでいい、そんなことは、だっていやいやいやこんな可愛くてさ、本当に一生一生ありないですっていうこと絶対ない、誰も寄ってきませんでしたとか絶対、さ 女の友達にさ、ユッキーナってさなんでさモテないんだろうねって言って言われた、そうなの、性格に何があるからって言われてるでかわいそうに、その子は私を褒めてくれたのね、なんか可愛くてみたいな言ってくれたの、なんかなのに なんでモテないんだろうねみたい なんか明るいしくれたのにこちらが気づいてないだけやろ、持ってとってもダメダメだったっていうね、いや、そうだから、あのオミの双子の相方と私は結婚する、あ、ちょっと見とくかもしれんよ、うちの流星、見てる、見てない、インスタグラムしてないもん、珍しくない、私の相方インスタグラムしてないんですよ、あ、そうなの、私ね昨日ね、あのステディの公式の方でね、あ知ってるかゆきなは、インスタライブをね、あの出演させてもらったんですよ、うん、それで私はね相方にね、あの LINE で聞いたさ、見てくれたかなと思って家族のグループで送ったさ、終わったよって、うん、そしたらなんかみーちゃんお疲れ様、ブーちゃんだったよって来たのブーちゃんやったよ、どういう感想なんと思って、本当に私はそれブーちゃんやったよって来た喧嘩、わざわざインスタを入れてなんかアカウントを作ってインスタを見に来てくれたんだと思って私のね、と思ってさすぐ電話したんですよ、え、インスタ入れてくれたとって言って、入れるわけないじゃんみーちゃんのためにとか言われてマジでショックえ、でもなんかみんなが載せてるスクショを見てたってこと、うん、見てないけど予想で言ったらしい、ブーちゃんだったよって、だって私のことブーちゃんって呼ぶんだもん。でブーちゃん。かわいいじゃんブーちゃんで。え、でもさ周りでさインスタグラムしてない人ってさいないでしょ大学生。あ、いやおるおるおる。いるんだ。うん。私なんかうちの相方だけかなって思っとった。でもなんかおるけどほんまにそういうのに興味がない男子とかくらいかな。なんか変だよね。ね、なんか時代に乗ってない感じする相方。あと、あ、それか、あとはあの病んでもうインスタなんて消してやるみたいな人はおる。病んでそうやだからそのやっぱインスタってさ自分が楽しい出来事とかさ、うん、自分がどれだけ、うん、充実してるかを載せるじゃん。ここに行ってなかったら載せないじゃん。暇とかで載せる人あんまいないじゃん、だから周りの生活がこうキラキラして見えて病むからやめたみたいな。超メンタル弱いじゃんその人そんなこと言っちゃダメか、うん、そんなこと言っちゃダメだよね、何かあったかも。え、すごい分かる、なんかみんな思うも楽しそうでいいなってそんなさインスタグラムでさ人の生活見てさあの闇寄ったらさ大丈夫、生きていけるのこの先誰かが結婚しましたって来て死んじゃうよそんなこと聞いてしまったら、そのお水木がメンタル鍛えてやろうかなこのアカウントってんの裏アカいっぱいなの、違うよ嘘に決まってるや
お水プランカウントは、うん、10個ぐらいかな。もう。そう。携帯がいっぱいあるだけで、ないです。え、そうそう、携帯全部キャリアつながってんの？うん。つながってんの？もう、下じゃないとできん、古い機種変したからみたいな。そう。機種変さ、何、新しいの出るたびにしてんの？いや、してないよ。これ、13プロで、1個前は10、一緒じゃん。うん。してないよ。だけど、12ぐらいからずっと撮っとるさ、携帯を。使えるまま。ん？使えるままなん？うん、使える使える。うち、だいたい壊れて変えるもん。ああ、そういうことね。私、壊れて変えたこと一回もない。だけど全部使えるまだ。私ね、さっきね、中学2年生の時に使いよったスマホが出てきてね。え？それによった、さっきまで。持ってない中学生の時。めっちゃね、私ね、ブーちゃんだった。え、私でも海野さん見せてもらったことあるよね。嘘だよ、ないよ。私見せんやろそんな。中学、え、中学の時の私。 あ、高校かな。え、じゃあ、え、めっちゃブサイクやった。いや、可愛かった。嘘つくなよ。どんな写真。え、どんな、なん、あ、なんかキャラクターと撮っとる、クマと撮っとるやつ違う、あれ可愛いやつ。はいはいはい、あれはね、あれはね、あの高校卒業する寸前よ。あ、寸前。じゃあ全然最近。アホみたいな笑顔のやつやろ。え、そうそう。え、なんか、ね、ボブの時みたいな。うん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 。そう、ボブのね、確かに。なんか可愛い。あれはね、まあ、あれはまだ太ってない方だよ。むちゃくちゃ豚な時期があったっす。あれで、あの、ちょっとプニプニしてる方が可愛いよ。こういう人は嘘です。こういう発言をする人は嘘です。これは、あの、まあ、現役大学生として、めっちゃ言われる言葉。うん、まあまあまあ、ゆきなはそう。ゆきなはもっと太らんといけんよ。マジでやばい。この子はなんか細く痩せて細いのもいいけど、うん、こう実際こうちょっとプニプニしてる方が可愛いよって本当みんな言う。そう、本当。じゃ、本当本当、これは本当な、みんなでしょ。そんなことない。ちょっとプニプニしてるさ方が好きでしょ。雪菜はもう痩せすぎてほぼ爪楊枝でしょ。違う、私正月太りしたもん。言ってみて、オープンなゆきなさん、体重公開してみて。体重って最近測ってない。測ってくる。え、測ってきて測ってきて今。え、やば、え、やばくない、みんな体重公開できるんだって、かまちさん。え、できないかも。あー、今服やだ、なんか、え、何キロ。え、でも多分服着てるから、服着て40、うん、3ぐらい。 43? うん。あ、でもまあ私40キロないと思っとった。それはあるよ。38キロぐらいかなと思っとったわ。そんなわけない。いやー、ちょっとすごいですね、公開できるのが。私は体重公開なんてできません。2人からちょっと戻ったけどね。そう、軽いね。だって43キロやったら片手でも出るもん。だから服を脱いだらもうちょっと軽いよって話。すごい。おみさんは、すごい。リンゴ、130個分。席公開はよってさ。やだよ。いいよ、慎重ならいいよ。ご飯作ったから私。ご飯何作ったと今日。今日は、鶏肉の甘酢あんかけ、みたいな。え、全然予想できんじゃけど。あんかけ。なるほど。鶏肉の？そう、鶏の甘酢あんかけって感じ。の作った。美味しそう。全然予想つかんけど美味しそう。おみちゃんね、でもおみちゃんね、細いんだよ。何ですか？おみちゃん細いやんな。もちろん、めちゃめちゃ細いよ。ゆきなの。あと、あと、ん？海は足が長い。そうなんだよね。ね。
さっきこの間ユーカリにも言われたんだよね。うん。みちょぱ。骨格何？ストレート？え、知らない？骨格ストレートとか。ウェーブとか言うやんか。言うね。ナチュラルとかあるっけ？あるある。ナチュラル、ストレート。あとは、7タイプにも分けれる。へぇー。知らないけど、わからん。どれか。どれやと思う？私。からでもウェーブではなさそう。あ、私あれだった、あれだ、ナチュラルって言われたの？言われてない予想ウェーブではないと思うな。そう、骨格かわいいだって。よかったね。ありがとう、ありがとう、ありがとう、ありがとう。え、骨格ってどこに褒めとけばいい？どこで、あ、褒めか、ありがとう、本当ありがたい。骨格褒めてもらったことは初めてです。おすぐっとあるけどナチュラルで大丈夫かな。性格ナチュラルだって。あ、性格ナチュラル。あ、すごい、ウインク。え、じゃあ私さ、ウインクめっちゃ得意さ。え、それさ、なんでさ、パフォーマンス中にやんないのよ。え、やったことあるよ。あ、そうなの？ん？ね、すごい。私めっちゃウインク得意じゃない？めっちゃ得意で、でなんかウインクめっちゃ得意しさ。うん、すごい。それでね、なんかウインクできんっていう人がね、もうおらんと思ってた、この世に。うん。この世にウインクできない人は存在しないと思ったわけさね。なるほどね。うん。だってさ、片目つぶれるやん。まあ力入れたらさ、うん、まあ、こうやってさ、まあ不細工になるけど、できると思うさ、誰でもね。うん。反対は、逆は？あ、逆はできるよ。ええー。まあ左の方が上手。ほんとだ。けどね、うちの相方に聞いたさ、LINE して聞いたとよ。うん。やべ、目が痛い。なんだっけ。ウインクできるって言ったら、できんって言ったさ。うん。だけこの世にはウインクできない人もいるんだ。え、やばい、ラメが入った。あー、ラメが入った。ウインクしすぎて。ウインクしすぎてラメが入った。そう。私、できないって言った。ゆきなできんと？できない。ええー。行くよ、やっていくね。うん。嘘だよ。本当に。嘘だよ。こっちの方がね、ちょっとできる。できない。え、こっちはね、本当に筋肉弱いっちゃない、目の周りに。そう。え、どうしたらいいの？そこまでできとったらさ、これ潰ればいいだけじゃん。ちょっと待って、本当にもうずっとウィンクして配信しよっかな。ウィンクがこっちや。なんて言うんだろう。友達にやるのね、ウインクって、うん、やめとけって、やめちゃわれる。なんで友達にウインクすると？友達になんかヤッホーみたいな感じで。え、いいな、それ。私もお友達にヤッホーやってみよう、今度。え、でも待って、お友達おらんわ。あは私東京に今いるんですよね。今東京にいるんだけど、お友達ゼロなの。オカリンがおるやん。え、そう、一人しかいない。マジでお友達いないから、ぜひ、お友達になってください。そしたら、あー、久しぶりってするよ。ウインク。え、とかなんか、わかんないけど、とりあえずなんかウインクするみたいな。なんか。そんなことある？私、私生活でウインクせんちゃけど、絶対。なんか、そのガチで、なんかそのなんか、惚れさすとかじゃなくて、なんか普通になんか、イエーイみたいなノリで、そう、イエーイって、イエーイ、なんかでしょないよ絶対。それってでしょ時になんかえいってなんとく。分かった、今日から私もウインクしよう、毎日たほうがいい。よっしゃ、配信で、あ、皆さん、ここにいる皆さん、 LINE ライブやってるのでぜひ遊びに来てください。毎日配信してます。突然の告知。よろしくお願いします。
みんな毎日配信してるから暇だよ、今日なんか暇だな、寂しいなっていう時は配信してください、うん、毎日してるの？はい、毎日。どうしたん？どうしたん？だってさ、全然配信しとらんかったよ昔。そうね、どうしたん？でもね、昔はさ忙しかったしね。うん、学校も行ってたし、専門学校に通ってたんですよ。知ってます。そういうのも忙しかったしね。でもなんか覚醒したさ覚醒したよ私も。毎日やった。いいね、素晴らしいね。私もう毎日できないわ。プロニート系ライバーの上瑞希です。その通り。もう毎日メイクもできない。わかる。私もメイクあんまりね、苦手っていうか好きじゃないな。え、そう。もう今日もだって、スピンネが、スピン、まあ、眉毛だけ描いて学校行ってた。すごい。それはできん、私は。今日はちょっとしたわ。気持ちだけ。マジでメイクってさ、やり始めたら楽しいけどさ、やる前までが一番だるいよね。あー確かに。あーメイクってなんでせんといけんとかなと思う。学校行く前にさメイクをするとするじゃん。うん、それでさ、よっしゃ学校行く準備を完璧にするぞって思ってちゃんとメイクしたら、うん、そこでなんか達成感を。あー分かる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 。でそれで学校行きたくなくなるの分かる分かる。もう終わったってなっちゃう。一日めっちゃ満足してしまう私もメイクしたら。だけどメイク配信前にもう満足しとるかもしれん。私はメイク終わった時点で。海ハイブラにしちゃったの？え？海はハイブラに染まったからな。だってハイブラですか？うん、違うよ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 。あのね、うん、プレゼントでもらったの。あ、プレゼントしてもらったのを使ってるから、うん、ちょっとだけいい女になりかけただけで、そんななんかもうまだまだお水木なんてさ、あのデパコスじゃなくてプラチナじゃなくて何だったっけ、チパコスじゃ、プチプラ、うん、プチプラで生きてます染まってんなって。染まってない、染まってない。でもね、そう、俺強くないわ。うん、チワットのね下地をねいただいたんですよ、うん、プレゼントで。え、あの紫のやつ。そう、うん、あれねえぐい、めっちゃいい、めっちゃいいばい、あれめっちゃいい。紫のやつ、そう、なんかね下地、正直言ってね下地は何でもいいと思っとったさ。よくない？うん、全然よくなかった。下地でこんな崩れんくなるとかと思って。私が最近使ってる下地紹介するね、今ここにあるから。ほう、アンドビー。アンドビーね、アンドビー1個も持ってないわ。大好き。でもねこれもでかいからいいんやけどね、でかいね。3000円よ。高い。高いと3400円ぐらいしたんよ。え、高いね下地で。でも今量はあるけど。確かに量多いわ。だってジルシチュアとこんくらいしか量入ってない。でもね、まあ、これだけで学校行く。え、いいな、いいかもしれない。これ皆さんおすすめです。なんか案件みたいやけど、みんな河北さん案件してる、この人私とのコラボで。あ、スイーツも見てアンドビー案件くださいってアンドビーいいね。これも私の正解よ。あ、そう、それで言うとね、ジルシチュアートのね、チークもめっちゃいいわ。あー、かわいいよね。あの、鼻のやつ。めっちゃ、私ずっと欲しかったとよ。そしたら、言ったことないってよ、配信で別に。あの、ジルシチュアートの、うん、あのチークが欲しいとか言ったことは一回もないんだけど、たまたまプレゼントで、プレゼントしてくださった方がおってから、マジですごい。ちょっと分けてちょっと分けてダメだよ、ちょっと大切に使ってるんだから、マジでもほんとね、あの丁寧に使ってる、まあ、自分でさ
落として壊したりしよるけど、ジルはちょっともくって大切に開いて大切にこう使いよる。さすがに壊せんよ。では初めてデパコス買ったんだから最近。何番買ったと？クラランスのリップ今日つけてるやつ。これ暗いね結構。あでもこれ加工じゃない？なんかでもめっちゃあの何ナチュラルの絶対オミが買わないような色。まあ、確かに私は買ったことないかもしれん。あの何社会人の時とかでも使えそうやな、うん、あ確かに確かに使えそういい感じ。そう MLBB リップ的な感じ、なんだっけマイリップス MLMB リップなんかそんなね。そう聞いたことないや。マイリップスなんちゃらベターみたいな。ないしてない。いい。ハベにしてない。私だいたいいつもハベにしてる配信中。そうだよ。乗れる？じゃあオミの代わりに専属になるわ。ダメだよ。オミちゃんも乗りたい乗りたい、もっとたくさん乗りたいよ。そうだからオミちゃんのねからプレゼントをねちょっと横取りしたいと思います。あダメダメみんなやめて。あ待ってます。やめてください。あれわざとだよねって、わざと派手にできんけん。おなんか質問来てる。詳しい自信はもう100倍あるよ。なんだなんだ。おみよりコスメ詳しい自信はめっちゃある。そりゃそうやん。おみずきそんな詳しくないよ全然。お洋服もそんなに雪菜の3分の1ぐらいしか。コスメもえでもなんか私はあのプチプラブランドしか知らんけど、おみちゃんは高いブランドを知っとるか。知らんって本当に知らん。マジで知らんね。知らんよ私デパコスか買ったことない。嘘ちょっと買ってしまったこの間。私なんかそのね居酒屋をねする前、うん、2ヶ月くらい掛け持ちしてたんだけど、うんうん、そうコスメは働いてたんだよ。ああそっか言ったねなんかコスメって。えじゃいいやんコスメもらえるけん。もらえません。買わんといけんとか。買えるとか。あとテスターを。あテスターね。ねゆきなディオールのねコンシーラーめっちゃいいばい。あれ。えねそれめっちゃ欲しいの。めっちゃ欲しい。ま、ディオールのコンシーラーとあとコスメデコルテのコンシーラーめっちゃ気になってて。ねえ。コスメデコルテね。そうそうそう。え持ってんの？そう買ったとこの間ディオールのコンシーラー。いいな。とねあれ買ったよ。あの何なんだっけ？エスティローダー。うん。ダブルアークファンデーション？そうファンデーション。めっちゃ崩れない。でもさエスティローダーなんかさ。こうやって出さなきゃいけなくない？あ、そうなのよ。こうしてこうしてするやつだよ。穴が開いてるじゃん。そう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 。ちょっとね。それがね、大変そうだなと思ってさ。だけん、超気合い入れてメイクするときだけやん。マジで崩れないやつでしょ、あれ。だけんね、ジルスチュアートの下地に、あの、ディオールのコンシーラーとエスティローダーも全然崩れん。何?3万円する美顔器持ってんの？誰がやったんだそれ。なんとなんで2個ぐらい来てるべ。そうやね買ったとよ最近。えじゃあでもうちも美顔器買ったんよ。え何買ったと、どれ買った？3000円ね。3000円。えいいやん。3000円と3だからこっちこの上の人3万円のうち3000円の。え効果あった？3000円。あいやなんかまあいいんじゃないってくらい。違うよ私さあれだ美顔器じゃなくてあれよあのヒップリフトみたいな。あ EMS？ あそう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  EMS あの電気ビリビリのやつ。うん、うん、でそうそうそう、それちょっとついてる。あマジで、あのブラシみたいなやつよ。あブラシのやつ買ったん。知ってる知ってる。こうやってね、そう丸一個違うんですよ。これが格差社会ですみたいな。違うよ、だってさユキナだってさコスメとかさディオールのあれさ、3、言うて3、4千円やん。え
だよね。そう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 よ、そうよ。まあ、4000円ぐらいですね、コンシーラーが。する。4000円をさ、うん。半年から1年ぐらい使えるやん。うん。でさ、そんな高くなくない？いや、高い。だって。だってさ、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 ご飯さ、うん、2回我慢すればいいってよ。ご飯、まず私ご飯食べに行かないから。あ、そうか。食べに行かない。だからもう、4時間。4時間働いてもらえないぐらいじゃん。買えないよ。5時間働いて買えるよ。なるほど。ぐらいじゃん。あー、ほら。ちょっと、いや違う。だって化粧品は意外とそんなに高くないわ。だって1年使えるとよ。まあ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 。そうか、学生さんやから、私そう。違う、私は学生さんやから。最近気づいた。私最近そんなに高くないぞと思って1年使えるチケ、うん、もう切れる？タイマー出てる？あ、そうだそうだ、あ、出て、タイマーは出てないけどもうすぐ切れるばい。そう、じゃあ皆さんこんなところで、こんなところでさよならうん、おみちゃんだけに逃げるそう、バイト、え、でもバイト壁に来てほしい、海に遠いけど、え、行く、美味しいよ。おすすめのメニューがあるんだ。え、居酒屋って行ったことないんだけど、何屋さんなの？何屋さん？え、なんかでも私なんだろう。え、普通に お酒以外もあるよ。あの美味しいご飯と、あとノンアルコールカクテルとかもある。ご飯置いてないの？ご飯置いてある置いてある。あ、置いてあると？美味しいご飯。じゃあ一番のさ、おすすめのご飯は？一番おすすめのご飯なんだ、チキン系のね、料理が好きなんだよね、私は。チキン系か、いいね。じゃあお寿司を取って、お寿司。ん？お寿司。お寿司はな、お刺身ならある。お刺身大好き。お刺身がある。じゃあお刺身とお寿司あったら行くわ。あと、じゃがちゃんね。じゃがちゃん、じゃがいも置いとってくれたら行くわ。じゃがいもの何？んー、素揚げ。素揚げじゃがいもの素揚げです。ダイエットしてる？私、そうだよ、めっちゃダイエットしよるよ。そうなん、何しょん？筋トレとか毎日体重測ってる。どう、変化ある？ある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 、もちろんそれはちょびっとだけけどね、うん、腹筋したよ私。えら、腹筋そう、あの、あ、なんだっけ、あの、あのさ、中西千織さん、わかるでしょ？わかるでしょ。そりゃね、え、千織さんの YouTube でなんかさ、あのネモハモルマン、なんか筋トレみたいなやってそうなんだ。え、見てみよう。やってみます、私も。それをかけながら、一緒にやったら挫折した。挫折したんかい。え、でもやってみたい、私も、あの、筋トレ。てか、もうそろそろ水木終わるわ、きっと。何秒？わかんない。え、多分出てなかったら終わんないやつだよ、勝手に。どうなの？うん、そうだよ。皆さん、これからも尾上瑞希の応援よろしくお願いします。私は1週間に1回か2回ショールームを見ます。え、こっちが上、こっちが上、海が上、海が上。ハートでも作っとこうか。どうしたらいいの？そうそう、もうちょっと上こうだよ、ゆきなはこうなの。そう？そうだよ。そう？もっと上。そう。あ、正解。はい。3、2、1、カシャ。3、2、1、カシャ。3、2、1、カシャ。これでいい？そうだよ。へー。